一年を振り返らねえのかあ、ちょっと一年振り返ろうぜ。今年の一月、ちょっとなんかさ、そういうさ、うんこちゃんの一月まとめみたいなサイトないの一年振り返ろうぜ。見えてるえー、とりあえず、じゃあ、全配信データ2017年バージョン。1月82時間、2月8、まず時間から振り返ろうか。1月82時間。 えー、2月87時間、3月109時間、4月112時間、5月129時間、6月122時間、7月96.3時間、8月247時間2、2、8月どうした ?247 時間って。9月89時間40分。ええー、10月101時間、11月101時間。12月も多分100時間くらい余裕だってんだろう。要は、まあ、アベレージで100時間くらいやってんのか。ってことは、ま、1200時間くらい、やらせていただいていると。 ようやったねすごく。1月、これ一月とかで見れるのへまず今年の俺は何で始まったのゆく年い、行ゆく年行ってよし。増上寺で、あ、雑談配信者公式生放送に出ていたと。新年始めは、あれだね。出てたんだね。え暗黒放送地獄の極寒ビンタ100発ウォーキングなんて出てねえぞ。 第2回、加藤淳一万博。2015年7月、ああ、万博を1月1日にして、兄さん何してたんだろう。加藤淳一感謝祭のマッドを見る枠。あ、チラッと出たのか。こっからの、このあれから何ファジェゼックスこれ、何かあったんだろうな、俺に。雑談したくなったんだろうな。で、まあ、ニコラジとか出て、クレヨンしんちゃん、ポケモンサンムーン、レート戦。ああ、ポケモンレート。 ポケモンやってたんだね。主に。あ、ダビスタやったんだ、それで。うーんー、まあ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 。そんなになんか、あ、これ、これこの時期かーっていうのはポケモンぐらいかな。じゃ2月行こうか。これみんな見えてんのちなみに。あ、見えてるね。 うんまあ雑談に始まって脳トレピクミンあ脳トレピクミン暗黒放送帰ってきた伝説の赤鬼配信なんだこれ知らねえあ恵方巻かああ行ったわ行ったわで第1回ドライバー号5第1回ドライバー号5立山編が今年の2月なんだね うーんそんなかそんななんだだってさ俺さ驚いたのが「ドラクエモンスターズジョーカー」やったの今年の2月なんだよあれもう2年ぐらい1年ぐらい前な気がしないまあでも1年ぐらい前なんだろうけど。 これ多分ね、俺ね、年末からやろうって決めてたんだよね。マリオさんと話してて、ニコラジ多分やってたと思うんだけど、マリオさんと話してて、お前のそのドラクエモンスターズやりてーよ、っつってなんか、そんな話をしてたの覚えてるワンもツーも今年なんだね。これおもろかったなーこれマジ面白かった。ティファに出た時だよね。で、俺ツーも面白かったイメージなんだよな。ティファにはイノブタウーマンだ。思い出した。イノブタウーメン。 で、ビップマリオ3月にやって、ああ !WBC! いや、これおもろかった !WBC 見ながらグランドキャプテン純一。やったわバイオセブンこれ面白かったなマジでこれ俺全部見返したわ自分の放送。これ見てみんな俺のバイオハザードセブンマジで面白かったから。マジで面白かったから見て あ、5日間もやってたんだ。あ、U73 もやったと。うーん。こうやって見ると結構さーっと、過ぎちゃうね。うわ、4月雑談多いな。あ、なんか、超会議の特番とかめっちゃ出てるね。あー、IO データのフェスとか出たな。え、この時期から BUBG やってんだ。初プレイ。 へえ初プレイしてる竹やり会議どこ行ったんだこれどこに行ったんだゲームサロン山田あーオープンレックのやつね4月何もやってねえな俺多分この時忙しかったんだよなすげーえー5月 デッドバイデイライトやったり。うわぁトリコおもろかったこれさこのように存在するトリコの実況の中で圧倒的、圧倒的に世界で一番面白いから見てな。いやーポケモンキンいや、これね、ポケモンキン実況ってか、ありとあらゆる人間がやってるけど、他のツイズを許さないぐらいぶっちぎりで面白いから見てくれ。他のやつら、他の実況者の1億7000万倍面白いから。これおもろかった。 ああきメモ 4! いや、これも他の実況者の1億8000万倍面白かったから見てな。おもろかったな5月、なんか、あれだないお、いい実況多いな、俺的。ドラ、何した ?5 月何があったんだ、俺に。ポケモンキーンやって、ドラクエモンスターズジョーカー2やって、で、きメモ4やったんだ。 これ多分俺全部見てるわ。全部見てる。今夜は格闘ゲーマーの黒人が生登場。格闘ゲームの魅力を語るニコラジ木曜日。俺が今までやってきたニコラジの中で一番記憶にない。ごめん、黒人さん <laughs>。一番記憶に残ってない。え黒人さん出てたんだ。えぇ、ー、って今思っちゃった。一番記憶にないです。あー、プロスピ面白かったないや、あの、決勝戦で負けたやつな。 いや、魔界村おもろかったこれね、なんかね、ゲロちゃんとかもすげえ面白かったって褒めてくれた。俺やってて一番面白かったし、なんかね、リアルタイムの視聴者数すげえ、そんな多くなかったと思うんだよ。遅くな多くなかったって言っても多分5、6000人は見せてくれてたと思うんだけど、それ、なんか俺、正直今年の実況の中では結構3本の指に入ってる、俺の中では。ごく魔界村、めちゃくちゃ面白かった。これ見てほしい、マジで。みんなに。9時間あるんで。 これ見てみんな。面白かった。遊戯王カプセル、え、モンスターカプセル。あ、これは見なくていいです。皆さん。安心してください。俺にもこういう枠はある。これ見なくていいです。あ、いや、51。<laughs> やったね。おい、見てくれよ。1個の面クリアすんのによ。40時間くらいかかってっから、この枠。<laughs> 6月23日の10時から6月24日の 深夜の1時ぐらいまでやってっからあ,あヒットマンやったねヒットマンやったね7月ポケモンの金続きからあ俺寝かせてたんだ寝かせてたんだね うん。これすげえ盛り上がった記憶がある。ポケモンキン関東攻略編。一日で全クリしたんだよな。一日で全クリした記憶があります。食べるとエロかわいい寿司。やばい Wi-Fi を実験。ユーザー対当たり取材。これ、あの、僕ですかこれ。食べるとエロかわいい寿司。やばい Wi-Fi を実験。ユーザー対当たり取材。な、な、な、なんですかこの、この番組。 あ、ユーザー記者か。<laughs> びっくりした。ユーザー記者か。あー、ウィーニングポスト2018。ね、おもろかったね。2017か。ウィーポ18やりてえな。こうやさんまたやらせてください、僕に。<laughs> 面白かったわ。で、8月。いやー、アウトラスト2。なんかね、賛否両論あったんだよな。でまあこの、俺の実況もそうなんだけど、このゲーム自体に賛否両論が、 あるらしくて。俺やってて面白かったけどな。何時間買ったんだ ?10 時間、10時間の2枠。ああ、相川翔のやつね。でもね、なんと言ってもね、俺ね、今年の加藤順一を語る上で、やっぱドラクエ11って絶対に必要だと思うんだよな。めちゃくちゃ面白かった。正直もう後から出てくるけど、ドラクエとゼルダは、もう2大巨頭だった、俺の中で。マジで面白かった。このゲーム。マジで面白かった。 ああ、ラスアスダウンロードコンテンツね。<laughs> なんだこの愛川翔っていうタイトル。この愛川翔っていうタイトルなんだ深夜のゲーム、これビッグトーナメントゴルフやったんだろうな、おそらく。ビッグトーナメントゴルフ。いやー、これおもろかったらみんなでパーブロ栄冠ない2017。で、これめちゃくちゃおもろくなかった。みんなでパーブロ栄冠ない2017。これめちゃくちゃおもろかったよね。 これ、来年もやりていなクソ盛り上がった記憶がありますよういろんなことやってんなめ、餌を作る男あ <laughs> 餌を作る男 <laughs> 大クワガ方を狙うかなるほど前日に行く,行くとこ決めた放送な 罠仕掛ける。ああ、<laughs> 新潟から帰ります。で、ドラクエやって、友人と PUB じゃ、あー、まっちゃんとやったのか。藤波を心配するかい。<laughs> 何この8月の誕生日の前日に藤波を心配してる俺。いいやつすぎるだろう。誕生日の前日に藤波心配してる奴がいるのか。 うん。あ、そっか、ニコダマバンされてたんだ。で、マザー2やって、どうしてもカニが食いたい男。あー、外配信して、マザー2やって、アンチャーテッド4。いや、アンチャー4も相当面白かったな、これ。アンチャー4面白かった記憶がある。で、釣りしたり、あー、リアル PUBG ごっこしたやつね。で、まっちゃんちで魚さばいて、 夏の工作グランプリこれめちゃくちゃ盛り上がった記憶があるけど優勝作品なんだったっけなでこれさ今までの中で一番クオリティ高かったよねあ m ワ1だ俺とネオヒューマンビーンズ見たいんだけどあれおもろかったな「でビップマリオ6全クリする男を」をえー、っと25日の18時から26日の23時までぶっ続けてやると。 俺これ休んだのか俺休憩してねえじゃんち違いじゃん俺。え何時間やったのこれ。30時間やってんのえ ?30 時間やって、イベルト出て、帰ってきて、ビップマリオをやったと。体調の良さ異常。異常だな。ほんで、公式出て、帰ってきて、ビップマリオを、 えー、2日間やると40時間ぐらいやったとうんなるほどな9月2日は国抜き王国ウルトラストリートファイターなこうやって見ると公式結構出てるねああでもあれか週2でニコラジ出てたからかあね九9月であれだね その、なんだっけエンディング後だよね。あ、ツイキャス最近やってね、散歩とかしてたんだなで、PUBG やったり、ドラクエやったりして、安葉が出てきて、 パンダ TV 新創造。ちょっと俺マジで忘れてた、ちょっとさ。おビリビリ行こうぜ、俺マジ。ビリビリの公式出たいんだって、おい。ビリビリ行こうぜ、じゃ俺の事務所の後輩によ。いるんだって、AV 女優大好きな中国大嫌いな中国人か。だか俺考えてんだって。あの、俺日本語喋れるじゃん。で、その、ポーちゃんってやつがいるんだけど、変な顔、すげえブスがいいんだね、ブスの。そいつが、 ずーっとひ、暇なの。だから、俺が喋ってる内容を中国語に同時通訳しながらやりてんだよ。俺もう、構想できてんの。構想は。できてんだよ。まず1回目の放送、ビリ生、もうビリマオンリーでやって、おいす。 中国人には何が受けるんだよっていう話をしてんだよ。で、中国は L とか政治とか厳しいから、なかなか厳しいですよ。なんとかなんとかハスにだ。みたいなこと言われるわけよ。で、ポーちゃんからこうやって通訳してもらうわけ。なんかこういうことを言ってますよ。みたいな。嘘つけよお前この前 PUBG でコラボしたやつ青い空だのよ。三上岩だの。お前 AVJ の話しかしてなかったぞ、この野郎。猫かぶりやがってクソやろクソシナ人どもがやわみたいな。で、そこで一回。 一文じゃここ、海渡っちまえば、海渡っちまえば炎上しても関係ねえじゃん。日本にいるやよ。なんかそんな攻撃されねえから。でネットを遮断すればいいじゃん。っていう構想を練って、ま、練ってます、今俺は。飲むね。ビッグトーナメントゴルファー。俺まだ諦めてないからね。ビッグトーナメントゴルフの賞金で食っていくって有名。夢。I did it! 今度やろう。 GTA5 ストーリー配信やってんじゃん。あ、アンダーテイルやったんだ。アンダーテイル面白かったなあれ、序盤のさ、空気をさ、なんか一気に巻き返したよな。アンダーテイル面白かったこれ。あのー、なんだっけ中盤ぐらいのさ、敵、なんだっけアンダイン